FIFA ワールドカップカタール2022の日本代表に選出された南野拓実さん。この記事では南野拓実さんの学歴、大学、高校、中学校、小学校、と出身校の偏差値をご紹介します。目次、南野拓実の出身高校、出身大学、広告高等学校、南野拓実の出身中学校、泉佐野市立第三中学校、南野拓実の出身小学校、泉佐野市立七坂小学校。まとめ、南野拓実のプロフィール。関連記事、FIFA ワールドカップカタール2022の日本代表の学歴。FIFA ワールドカップカタール2022日本代表監督、GK、ゴールキーパー、DF、ディフェンダー、MF、ミッドフィルダー。FW、フォワード、南野拓実の出身高校、出身大学。南野拓実さんの出身高校は広告高等学校アスリートアドバンスコースです。広告高等学校アスリートアドバンスコースは偏差値48の学校です。南野拓実さんは2010年4月に高校へ入学し、2013年3月に卒業しています。なお、南野拓実さんは2013年にセレッソ大阪のトップチームに昇格したため大学へは進学しませんでした。広告高等学校、学校名広告高等学校、学科、コースアスリートアドバンスコース、偏差値48、所在地郵便番号 543-0045 大阪府大阪市天王寺区寺田町1丁目 4-26。最寄り駅寺田町駅大阪環状線公式サイト HP 広告高等学校公式サイト著名な卒業生桐山明人、盆地治、井岡和人ほか南野拓実の出身中学校南野拓実さんの出身高校は泉佐野市立第三中学校です。南野拓実さんは2007年4月に中学校へ入学し2010年3月に卒業しています。ちなみに、南野さんは中学入学と同時にセレッソ大阪 U15 へ入団し、頭角を現しています。泉佐野市立第三中学校、学校名泉佐野市立第三中学校、所在地郵便番号 598-0062 大阪府泉佐野市下河原屋500、最寄り駅伊原の里駅南海本線、公式サイト HP 泉佐野市立第三中学校公式サイト。著名な卒業生、南野拓実の出身小学校、南野拓実さんの出身高校は泉佐野市立七坂小学校です。南野拓実さんは2002年4月に小学校へ入学し、2008年3月に卒業しています。小学生時代はゼッセル熊取 FC に所属していた南野拓実さん。小学校6年生の頃には、複数のクラブチームからオファーを受ける存在になっていました。泉佐野市立七坂小学校、学校名泉佐野市立七坂小学校。所在地郵便番号 598-0071 大阪府泉佐野市鶴原1053。最寄り駅伊原の里駅南海本線公式サイト HP 泉佐野市立七坂小学校公式サイト著名な卒業生まとめこの記事では南野拓実さんの学歴大学高校中学校小学校と出身校の偏差値をご紹介しました。小学生の頃には複数のクラブチームからオファーを受ける存在になり中学生の頃にはセレッソ大阪 U15 へ入団を決めた南野拓実さん。南野拓実さんのますますの活躍を期待しています。南野拓実のプロフィール、南野拓実のプロフィール、本名、南野拓実、生年月日、1995年1月16日。出身地、大阪府泉佐野市。身長、174センチメートル。体重、67キログラム。